そういう意味での難しい？それで肝心の恋愛部分はどうだった？ちゃんとドキドキし、そういうのはよくわからなかったけど、最後は二人とも幸せになって。はあ、そうじゃないの。相手のことが好きで好きでたまらなくなって、寝ても、でも実際に一緒にいると胸の鼓動が高まって、緊張して、この何とも言えない切ない感じが恋愛のよ。まあ、私もあんまり偉そうなこと言えないけど。そうなんだ。好きな人よりも好きなことに一生懸命な性格でね。こんなんでお互い恋愛とか。私は正直よくわからないけど、ナミゼル。そう？でもどうしてそう。よかった。どんな人が相手になるんだか。こういうドキドキも恋愛のうちに入るのかしらね。